激アツ。財布見て思ったんですけど、しっかりちょっと計算してないで分かんないんですが、トントンぐらいじゃね今。丸々残ってるような気がするな。めっちゃ小銭にもなってるからちょっと分かんなくなっちゃってるけど、どうなんだろうこれ。振り出しに戻ってる、もしかして。いくらなんだろう。ちょっとここも計算していこう。これ振り出しだったらどうしよう。ちょいプラでいいのかな。でもジュンさんそういうの見たくないと思うんだよな。せめて倍ぐらいにはしてきてほしいと思ってると思うんだよな。倍にならないんだったらゼロになっていいと思ってると思うんだよな。多分そう。ここでまあ一勝負ちょっとして、ダメだったら週末に持ち越す。そうするか。関谷記念プリモシン回転した。まあとりあえず最終レースの結果次第です。最終レースは10と9のワイド5000円で、生まれにも2000円で行きたいと思いますと言いたいとこだけど、もう一個さっきね、やっぱ1万ちょい払い戻してるから、10からの3連打1等軸マルチ、2、4、9、11が一番人気だから、11飛んで2、4、9が来てくれれば激アツ。よっしゃ、本命は10。副賞でもよかったか、1万副賞でよかったか。怖いな。緊張する。お、たたけおじさんも10応援してる。しょ、たたけおじさんの10は来るよ。たたけおじさんが応援してるやつは来る。たたけおじさんも10だ。来い。10来てる、マジで来てる。10来てるし、よし。叩け。10頑張れ、させ。うわー、呼んじゃった。スタートがダメよ。マジか。うわ、叩き。うわ、今3着来てれば結構だったんですけどね。いやもうマジかー、もう。あー、くそ。いやー、じゃあさ、すいません、ちょっと延長戦させてください。延長戦お願いします。くそー、マジかー。名古屋ありがとうございました。今からちょっとご飯食べて帰ります。関谷記念やりに来ました。もうここで増やさないと、やっぱりベベリさせてるんでね、純さんのお金を。今こんくらいなんで、これをどうにか増やそうと、今日はちょっと一緒に別の動画を撮りに行く沢金くんと関谷記念楽しみ。本当にやらないじゃん。いや俺、でも分かんないんだけど、ただちょっとそういうきっかけにね。ただもう単勝とか買うのよ、分かんないから。けどやっぱ当てたいから、せっかく来たからには、ちょっと増や、もうプラスになりゃ何でもいいけど。いや、ほんとプラスにしよう。その気持ちで、わしもプラスにしなきゃいかんから。プラスでいこう。新宿なんですけど。ああ、危ない。ウィンズがね、ウィンズがまだ向こうなんだけど、ちょっとせっかく新宿に来たんで、あそこに行こうと。最後は原活後、原活いで、原活いでいく。純さんの金増やそう。もうね、もう純さんのお金これでなくなるかもしれないで。頼むよ。たくや、今日も頼むぞ。あ、これお金入んの。ありがとうございます。いや、お前誰だよ。あ、それをハグだけしとくわ。ハグだけするんかい。お金はね、もったいないから。もったいないとか言ってると当たらんから。いや、ムツゴロ
ルさんみたいになってるから。ダメだ。みんななんかご利益あって触ってるだけだもん。ああ全然全然。結構入れてる。胸でかい。でか。ということで、関谷記念馬券買いました。買いました。買いました。サマキンから。E 型11レース関谷記念。プリボシン、エイティン、エイシンティンクル、リライアブルエース、湘南アズム、ワンプーワン、フロンティア、フロンティア、フロンティア、実況初めてフロンティア買いました。フロンティア単勝単勝です。500円もう分かりやすいから、俺はもう知識がないから、もう元同期を思い出してね。なるほどね、同期にいたんですよ、フロンティア。そうそうそう、もうフロンティア、これで俺はもうこれでいくよ。なるほど、ね、これでいきます。いや確かにフロンティアいると買いたくなっちゃうのよ、フロンティアを思い出して。僕もでしょでしょ。やっぱね、そういうなんか知識ない分、うん、もうそういう自分になんか関係のあるワードとかで俺も買うしかないのよ。そういうのが当たった方がなんかいいもんね。そうそう、嬉しいですね、うん、だフロンティアお願いします。ということで、僕は、ブン12番プリモシンから。これはね、名古屋で撮影してた時から、YouTube の、 動画が遅れた日にここら辺買いたいですっていうところの本命でもう上げてたんで、もうプリモシン買えずにプリモシンから2番のあれだ、もう僕もフロンティア入れて、フロンティア入れて、最後まで切るか悩んだけど、フロンティア入れて、2番のフロンティア入れて、で、5番湘南アンセム、6リライアブルエースで、13番ウィンガニョン。ウィンガニョンはね、去年の関谷記念でお世話になってるんで、もう生まれんだけ、ワイドも買おうと思ったけど生まれんだけ、これで最後の勝負にしたいと思います。レディーゴー、レディーゴー。2番手先頭を追っています。さらには8番ロールクエスト、そしてそこから12番のプリモシンも追い込んでくる。打ち出すと4番のインパクト、いけ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 プリモシン、プリモシン、いけ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 プリモシン、いけ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 プリモシンの通り2着。あら、うわー10か10。いやマジか。関谷記念から2日ぐらい経って、ちょっと今日最後の潤さんに報告をしに行きたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、お待たせしました。全然待ってないです。すいません、全然待ってないですよ。まあ言うたら潤さんの休み待ちだったんで。それ申し訳ない。すいません、もう急いで、はい、急いでも休んだんですけどね。すいません、これが最速だったんで。はい、じゃあとりあえず、ね、お疲れ様です。いやー楽しくて何がどんだけ帰ってくるのかなと思って。どうしよう。あー、なるほど。その、はいはい、何使おうと思って。金額がある程度でかかったら何でもできるじゃないですか。まあまあそうですね。あ、旅行とか行こうかなとか。あ、大体よ、まあ、僕の顔を見てちょっと想像つくかと思うんですけど、はい、どう見えてます？かなり買った。騙そうとしてるんですよね。え、騙そうとしてる。僕が、うん、僕は騙されません。長い付き合いですから。騙されない、騙されない。勝って絶対。ちょっとじゃあ渡しますか。では、はい、名古屋編、はい、5万円を限界まで、はい、増やす、はい、この1週間。はい、5万円がいくらになったか、はい、確認してください。本当にある？え？いや、なんだこのちょっと細かい感じで。増えてんのか増えてないのか分かんない状態。4万9000円。ちょい負け。ちょい負け。え？いや、本当はめっちゃ負けてたんですよ。正直、強がってました、僕は。あの全部消えてると思ってました。何が起きたかはちょっとこれをご覧ください。
スロットでめっちゃ出しました。な競馬関係ねえ。競馬しない方が良かったんじゃないですか。まあ、まあ、確かに。じゃあ一体ジュンさんと、競馬やりに行った時のパターンって大体競馬で負けた時ってスロットで取り返すじゃないですか。俺たちは諦めない。こういうことなんですよね、多分。まあそういうことかどうかわからないですけど、すごい。すごくはないですけどね。減ってますから。いやいや、もう1000円だったらほぼ勝ちです。甘くないですか。投資したんですよね、減ってるのにむしろ勝ち。リスクを、リスクもありますから。タイトル長いんで僕言えないですけど、なんちゃらかんちゃら名古屋編終了。またご飯食べます。お金いっぱい持ってるから減ってるっすよ、減ってるっすよ。なかったお金ですから。